こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、先日の動画でですね、3月3日東京のね、浜松町で開催されるブラックアウトにエリケザギャラリーさんのね、スタッフとして参加させていただくということでね、宣伝させていただきましたけど、前回はですね、ガーゴイル、ジャイアント月光、クレステッド月光とね、壁チョロのヤモリたちを紹介させてもらったんですけど、なんといってもね、ユリケさんといえばオオトカゲですよね。まあ僕も最初ね、このオオトカゲを見にユリケさんのことをこう知って撮影しに来て、まあ、オオトカゲ好きとしてね、繋がれたんですけど、まあオオトカゲ今回もね、たくさん連れて行きますので、3月3日のブラックアウトに連れて行くモニターたちをですね、今回紹介していきたいと思います。まずね、ここケージが3個あるんですけど、上からね、カミンギ、メイビー女の子で、下こっちがメイビー男の子のカミンギモニターですね。で、下行くとアフリカンロックモニター、この子はですね、メイビー女の子っていうことで、はい、女の子で、あとでちょっと男の子もいるのでね、紹介したいと思うんですけど、まあ、モニターね、飼育してみたいと考えている方はね、一番やっぱこう気にされるのが、触れるのか慣れてるのかってね、このサイズ、高校で2歳ぐらいって言ってましたけど、ちょっと大きくなってるのでね、やっぱ触れないとっていうことで、ちょっと実際に僕が触ってね、確かめてみたいと思いますけど、どうですかね、カミンギこの子がメイビー男の子、触れるかな。お、そうそうそう、さっきね、ちょっと見せてもらったんだけど、全然おとなしい子でね。そしてこの子ね、ちょっとね、ジタバタしてますけど、まあ全然ね、革手袋あれば何の問題もない感じで触れますね。そしてやっぱこう、ガラス越しで今まで見てたけど、すごい綺麗だわ。黄色のね、発色見て、可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。この子はね、なんとね、タイ CB ってことでね、はい、いつも紹介させてもらってたんですけど、タイ CB のカミンギモニター、メイビーオス。で、もうちょいで2年ぐらい、2歳ぐらいっていうことなので、まあ、繁殖にもね、向いてる個体なんじゃないかなと思いますね。めっちゃ綺麗。綺麗。これは、この子ほんとね、なんか、見るたび僕が欲しくなっちゃうんですけど、カミンギいいっすよね。かなりお腹空いてる今状態らしいんですけど、触らせてくれてね、いい子ですね。ありがとう。持って落ち着いちゃえば全然ね、おとなしい子ですね。おとなしい子ですね。じゃあ続いて下行きますか。下こちらがね、アフリカンロックモニターのメイビー女の子ってことだけど、ちょっと噴気音を立てながら近づいてきましたが、この子はどうでしょうかね。女の子、なかなかね、アフロクでこうオスメスが揃うことってないと思うんですけど、この子は多分女の子っていうことで、いや、アフロクはね、日本で繁殖してる人なんてまずいないんじゃないかなと思うんで、この子女の子、そして後で出る男の子とね、ペアでめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますね。どうだろう、触れますかね。おれ、おいで。ちょっと怒ってるけど、噴気音を上げてんだけど、意外とおとなしい。全然触れる子ですね。まあ、やっぱ革手があればね、全然モニターって取り扱いはしやすいし、このぐらいのサイズだったらね、全然パワーもまだまだないので、かっこいい。やっぱ顔がちょっとシュッとしてるな。女の子なのかね、やっぱりね。メイビーっていうことだったけど、ね、こう見るからに尻尾の付け根とかも全然膨らみない感じなので、まあ、多分女の子なんじゃないかなと思いますね。いや、いいな、アフロクの繁殖も夢がありますね。いいな。今はね、割とこうベビーの状態でアフロクね、アフリカの方から輸入されてきてますけども、いつね、輸入止まるかも分かりませんからね。日本でブリードする人がね、いたらずっとこう飼育できるので、いいなぁ。このブリードね、挑戦したい方ぜひおすすめですね。はい、そしてね、こっちにいる子が男の子。おぉ、すごいやる気満々の男の子ですけど、やっぱね、ちょっと見比べると分かると思うんですけど、かなりね、顔がごついですよ。どうだろう、うまくなってるかな。まあまあまあ、ちょっとね、暴れてますが、非常に元気な子ですね。はい、大丈夫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 。あ、いい子ですよ。どうですか、この顔のデカさ、かっこいいよ。いや、いい雰囲気音。結構ね、パワーはそれなりにありますけど、全然まだまだおとなしい方だと思いますよね。どうなんですかね、オス、オスっぽいっていうことでね、メイビーオスの
子ですね。やっぱ顔のデカさは、ね、全然違いますね。まあ、まだまだねアフロクだと大きくなると思うので、ここから排泄口のところのヘミペニスとかはもっともっと発達していくのかな。うん、いいですね。かっこいいよ、このなんか夫婦言ってるけどさ、全然口開けてこないっていうね、ちょっとツンデレなのかもしれないですね。かわいい、かわいいねはい、ということでアフリカンロックモニターネイビーペアということでね、販売しますので、ぜひ気になる方は立ち寄って見てみてください。はい、ありがとう。はい、じゃあ続いてはね、こちらのこうレースモニターのベルズフェイズなんですけど、今回1匹限定でね連れていくっていうことで、この子ですね。でちょっとね育ってきていいサイズですね。バタバタと今威嚇モードなんですけど、どうですか。はい、ちょっとねバッタバタな、まだまだねちょっとバタバタな感じですけど、噴気音も可愛らしい音してますね。隙間風のような音ですね。どうですかベルズね、飼いたい人なんていっぱいいると思うんですけどね、憧れのこのレースモニターベルズフェイズ。いやいいね、このサイズからね飼えることは嬉しいですよね。モニター飼育者の憧れの生態、いいね。ベビーからやっぱ育てるとね、あの状態とかも分かりやすいですし、いいですよね。やっぱいいよこの子、顔がやっぱもう品があるよねかわいい。この子もねイベント特化で販売されますので、気になる方はねぜひブースの方見に来てみてください。かわいいね、やっぱ触り心地がねいいんですよベルズさん、ありがとうございます。はい、続いてはねこちらのこうサルバトールモニターの T プラスアルビノですね。めちゃめちゃ綺麗に育ってきてますね。もっとねすごくちっちゃかった時にこの子ね撮らせてもらったことあるんですけど、うわすごい綺麗に育ってる。なんかかなりこうマイナス寄りのすごいピンクがかった色してますね。ちょっと出してみましょうか。あ、ちょっと怒るかな。よいしょ、あらららら、あーいい子だ、すごくいい子だ。どうですかこの子、シウは分からないかな、まだちょっと分からないですけど、顔綺麗だね、すごい白い顔してますね。めっちゃ可愛い。この子も順調にね大きくなってきてるのでいいですね。このサイズからやっぱねアルビノちゃん飼うと楽しいですよ。色のね変化が楽しめるので、やっぱね大きくなるに従ってね T プラス特徴がねこう出てきますからね。この辺とか本当なんかパープルがかってる色ですごく綺麗。この子大きくなったら本当綺麗になるだろうな、まあ、今もすごい綺麗なんですけどね。いいなー T プラス欲しくなっちゃいますね。やっぱサルバーね何匹いても可愛いのでね、いいなぁ。なんかさっきから撮影してる子みんな欲しくなっちゃうけど、この子やっぱいいですね。うん、かわいい、かわいい。お腹パンパンなのでかなりいっぱいもらってるんじゃないかな。おとなしくなりましたね。やっぱこう持ってるとねサルバほんと賢いのですぐねおとなしくなっていくのでいいですよね。はい、それじゃあ最後ねこの子、この子やばいですよ。サルバトールモニターの T プラスアザンの子ですね。 T プラススノーの子なんですけど、前ちょっと前にねこちらのブリード施設お邪魔した際に見させていただいたんですけど、ちょっと出てきてくれるかな。おいで、めっちゃいい子だな、おとなしい子だ。うわー、じゃじゃーんと出てきてもらいました。サルバトールモニターではねかなり珍しいダブルレッセイの子ですね。 T プラススノーっていうことで、ちょっとね、まあ、脱皮前っていうことで茶色みがかっている状態なので、今からこの子ねゴシゴシと洗って、まあ、本来の綺麗な姿にねちょっと近づけてみようかなと思います。かなり脱皮柄あるので、まあ、そこまで綺麗にならないかもしれないですけど、綺麗なお姿になってもらいましょうか。はい、じゃあここのね容器に入れてお湯でね流しながら綺麗にしていきましょう。めっちゃおとなしい子だなこの子、すごくおとなしい子ですね。ちょっと暴れないかな。あ、大丈夫そうですね、おとなしい。じゃあブラシです。あー、なかなかこの落ちないかもしれないです。あー、でもちょっと綺麗になってきましたね。頑固なヤシ柄の色が、この脱皮柄がね結構厚めにあるので残ってますね。T
綺麗にゴシゴシとねやっていきます。はい、洗ってみましたが結構ね頑固に脱皮柄にねついちゃってるので、これ脱皮するしかもうないですね、綺麗になるのは。うん、まあ絶賛脱皮中なのでもうちょっとしたらねすごい綺麗になるんじゃないかなと思うんだけど、それでもわかるかなこの模様、体色すごい綺麗。やっぱこの黄色みがねないっていうことで、他にないこの唯一無二のサルバちゃんですよね。もう日本だとこの子だけだと思うので存在するのが今ね。いやーめっちゃ綺麗。どうですかこちらの子、多分ね男の子だと思いますのでね、大きくなっていくんじゃないかなと思います。綺麗。この辺ね、この首筋とか顔の模様、顔の色か。うわ、はい、出てめちゃめちゃ綺麗な子なのでね、こちらの子もイベントで連れて行きますので会場でぜひ見てほしいなと思います。できるだけちょっと綺麗にしてもらって、そうですね、はい、ちょっとお願いしておきますので、綺麗な状態でね見れると思いますので皆さん見に来てください。いやーすごいですよ、なかなか見れませんのでね、最高の一匹ですね。はい、ということでね、こんな感じでモニターたちですね、連れていくモニターたちを紹介させていただきました。今回ね動画で出てない子たちも連れていきますので、気になる方はぜひねゆるキザギャラリーのブースの方遊びに来てみてください。前回のね動画に出てたガーゴイルたちもたくさん行きますのでよろしくお願いします。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。